ご飯も食べたし、ちょっとゆっくりしようかな。ちょっと爪楊枝出してくれる？あれ？爪楊枝。あれ出して、爪楊枝。何してんの、ほんまに。うん、爪楊枝ね。はい。はい、そう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 。いや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 、もうそんな手品とかええから。はい、というわけで種明かしです。爪楊枝見事に消えましたね。これもですね、ちょっとだけ仕込みがあるんですけれども、ちょっと仕込んでおけばすぐ使えます。はい、こちらの爪楊枝に輪ゴムをつけておく。それだけですね。この輪ゴムをですね、手首に巻くことで、さっきみたいにパッと消すことができるんです。このように巻きます。親指の力を抜くとですね、爪楊枝が輪ゴムに引っ張られて消えたように見えます。さりげなく使うと結構びっくりしてくれるので、おすすめです。ぜひ試してみてください。それじゃまた。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。